脱ゆとり教育とは、日本でゆとり教育による学習量の削減から一転し、学習量の増加の方向へ進んだ教育のことを指す。1980年代からゆとりのある充実した学校生活を目標とし、学習量及び時間の削減の方向へ進んだ。また、ゆとりと充実のバランスある教育を目指し、思考力をつけることを目指した。 学習内容が多く盛り込まれ、受け身の学習から能動的な学習、発信型の学習への転換が図られた。しかし、OECD 生徒の学習到達度調査などの国際学力テストで順位を落としたことなどから、学力低下が指摘され、各方面から批判が起こった。中山茂明文部科学大臣は、学力低下を認めるものの、生きる力の理念や目標には、 間違いがないとし、また、その狙いが十分に達成されていないのではないかと発言した。小泉内閣の下小坂健治文部科学大臣は、中央教育審議会に学習指導要領の見直しを要請し、安倍政権が引き継ぎく形で教育再生が着手された。マスコミは、脱ゆとりという言葉を用いて報道していたが、小坂文部科学大臣も、 安倍内閣下の伊吹文明文部科学大臣に至っても、ゆとり教育の方向性自体をは問題視してはいなかった。2007年6月、安倍政権下の教育再生会議が、授業時間増加を提言し、安倍内閣骨太の方針2007に、授業時間数の1割増を明記した。2008年、新しい学習指導要領が改定され、 ゆとり教育から脱却したということから、脱ゆとりと称され、小学校では2011年度、中学校では2012年度、高等学校では2013年度から完全実施された。この教育は、文部科学省によるとゆとり教育でも詰め込み、教育でもなく、生きる力を育む教育と説明している。なお、 文部科学省は1クラスあたりの生徒数の削減を目指しており、脱ゆとり教育が始まる2011年度から、小学校1年生が40人学級から35人学級となった。また、2020年度以降は、新しい学習指導要領となる。文部科学大臣のメッセージとして、ゆとり教育か詰め込み教育かといった2項。 対立的な議論は行わないと強調しているが、記者会見において、ゆとり教育と、決別と表現し、これが、脱ゆとり教育宣言であると解釈されたため、2020年度以降に実施される教育についても、脱ゆとりと称されている。ただし、ゆとり教育とともに2002年に導入された、学校週5日制や絶対評価などは、 脱ゆとり教育においてもそのまま継続実施されている。脱ゆとり教育をフルで受けた年代は2004年度生まれ以降になるが、移行措置を含めると2002年度生まれ以降になる。2002年度生まれは、移行措置を含めれば9年間フルで、移行措置を含めなくとも7年間脱ゆとり教育を受けているが、前回よりいずれの科目も順位が下がり、過去最低だった。また、 コロナによる影響を受けた世代とも重複する。マスコミ等は、2011年度志向の学習指導要領も2020年度志向の学習指導要領も、脱ゆとり教育と呼ぶが、文部科学省の意向は、ゆとりでも詰め込みでもない教育としており、2016年には、文部科学大臣のメッセージとして、ゆとり教育か詰め込み教育かといった2項。 対立的な議論は行わないと強調している。2011年度志向の学習指導要領の理念は、確かな学力、豊かな人間性、健康、体力を兼ね備えた、生きる力を育むための教育とし、勉強面では、基礎的な知識、技能の習得、知識、技能を活用し、自ら考え、判断し、表現する力の育成。 学習に取り組む意欲の養育を育成しようとしている。2020年度志向の学習指導要領は、主体的、対話的で深い学びとカリキュラムマネジメントの観点から、教育の改善と学習の効果の最大化を図り、学びに向かう力、人間性など、知識及び技能、思考力、判断力、表現力など、の3つの力をバランスよく育むことを目指している。 移行措置は、進学習指導要領を円滑に移行するための、期間である。2011年度志向の小学校、2012年志向の中学校の移行措置は2009年度から始まり、2013年度志向の高校では2012年度から数学取りのみ、専攻実施された。2020年度志向の小学校、2021年度志向の、 中学校の移行期間は2018年度からであり、2022年度志行の高等学校の移行期間は2019年度からである。移行期間での変更点の概要は以下の通りである。移行期間での変更点の概要は以下の通りである。以下に脱げゆとり教育を受ける年代の推移を表に示す。ゆとり教育を受けた世代と関係する 各教育制度が実施された時期を次の表に示す。ここでのゆとり教育よりも前の教育とは1989年改定学習指導要領による教育を指す。AB 理数のみ、脱ゆとり教育2006年から2014年の大学入試2015年の大学入試2016年以降の大学入試ベネッセ教育研究開発センターが 全国の公立小学校の校長及び教員に行った2011年1学期を対象にした調査によると国語では4割、算数では3割弱の教員が授業進度に遅れが出ていると回答した。児童の変化については分かりやすく伝えたり説明できる児童、感じたことを表現できる児童などの増加が見られたものの疲れている児童や 授業についていけない児童が増加し、教員の4割が、児童間の学力格差が広がったと感じている。また、9割以上の教員が、教材研究、教材準備の時間不足を悩みとしており、学力が低い児童の学習意欲を保つことの困難性や、児童間の学力差も7割以上の教員が、悩みとして回答している。2011年には、 小学4年生と中学2年生を対象とした国際数学理科教育動向調査の結果、小学4年生の学力に改善傾向が見られ、文部科学省は脱ゆとり教育の成果と見ているが、法政大学の左、牧武雄教授は、新指導要領への過渡期で判断は早計次回の結果を見ないとわからないと指摘した。脱譲り教育は、 ゆとり教育での問題を解決するために作られたのだが、うまく対応できなければついていけない子供が増えるのではないかと懸念するものもおり、また暗記や暗証が中心の教育に戻したり、授業時間を増やしたりする方法では、日本の教育が抱えている諸問題は解決できないと述べている者も,もいる。受験産業の反応としては、学習内容が多くなる。 難しくなるという部分を押し出しており、ゆとり教育時の反応とは違う反応を示している。また、ゆとり教育による、公立学校不振を背景に起こった、私立中学受験ブームも、公立学校での脱ゆとり教育の実施に加え、2008年のリーマンショック後の不況や、2011年3月11日以降の、東日本大震災の影響もあり、一時はかなり、 沈静化した。私立中学あるいは小学受験ブームこそ、控えめになったのかもしれないが、東京大学理科三類現役合格者の三人に二人は、鉄緑会出身になるなど、階層化は30年前の受験戦争の過去、最大時よりも進行している。新語時事用語時点脱ゆとり教育改革の、 基本的方向 http コロンスラッシュスラッシュ www.nia.go.jp スラッシュ Zenkyou スラッシュ Zenkyou スラッシュ 02taikai スラッシュ taikai1.html ハット参考資料学力の現状教育内容に関するこれまでの国会答弁選択の時産学力のバス教育とは 朝日新聞2007年7月8日脱ゆとり、教育教科書公開。NHK ニュース2011年5月23日、教科書25%ページ増文科省検定中学、脱、ゆとり鮮明東京新聞2011年3月31日、脱。 ゆとりどう変わる学校の教科書日本経済新聞2011年4月13日学習指導要領生きる力保護者用パンフレット文部科学省公式小学校1.2年生における35人学級の実現文部科学省2011年10月4日閲覧小学1年の35人学級法改正が成立今年度から 2011年10月4日閲覧。学習指導要領、生きる力教育の強靭化に向けてについて、ゆとり教育と決別時期指導要領で、長谷文科省時期学習指導要領、現場、保護者の不安に対応日本の、ゆとり教育失敗が示唆すること、中国専門家、脱ゆとり教育行方は、毎日新聞2016年8月24日、 東京長官、脱ゆ取りが、さらに加速安倍政権の、2020年教育改革は何を、目指すのか日本、PISA 読解力ランキング、過去最低これだけ改革して、なぜ現代ビズ、現代ビジネス。2019年12月21日閲覧。新学習指導要領生きる力保護者用リーフレット文部科学省。 学習指導要領、生きる力リーフレット一括版文部科学省、学習指導要領の改定に伴う移行措置の概要移行措置期間中の標準授業時数について平成21年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例を定める件 今後の学習指導要領改定に関するスケジュール小中学校学習指導要領の改定に伴う移行措置の概要を文部科学省学習指導要領の改定に伴う移行措置の概要文部科学省小学校教科書検定ゆとり転換専名ページ3割増日本経済新聞2013年4月6日閲覧時ットコム図解社会 教科書のページ数推移2013年4月6日、閲覧。高校教科書、ページ15%増、脱誘取総仕上げ、日本経済新聞2013年4月6日閲覧。ABC 移行措置期間中の標準授業時数について文部科学省小学校、学習指導要領中学校学習指導要領、学習指導要領の改定に伴う移行措置の、 概要新学習指導要領生きる力新指導要領の説明でも、開始時期が年4月と表記される小中学校と違い、高校では2013年度入学生からという表記になっている。前述の通り大学入試は2015年、2016年に変更される。旧家庭立修者に対する経過措置2015年度入試国公立 第9家庭履修者に対する経過措置理数学力改善文科省脱誘取の効果国際学力テスト m s n 産経ニュース2013年4月6日閲覧脱誘取り効果判断は総計と専門家国際学力テスト m s n 産経ニュース2008年2月26日中日新聞社説より比較競争とは無縁学習到達度 世界一のフィンランド。朝日新聞。2010年11月23日閲覧。東大理想の3人に2人は、鉄緑会最強塾の教え方。スタイルドット日経 .com。日経経済新聞。2020年2月10日閲覧。当時は、官僚の息子ですら対策を怠ると落ちるとまで言われ、1993年の、 東京大学の理系数学の問題は史上最大の難問になった。ありがとうございます。